皆さんこんにちは。私は視覚の学校レックの名古屋駅前本校でこの春開校されます弁理士講座1年合格ベーシックコースで講師を務めます弁理士の高田珠美です。皆さん、弁理士という職業を知っていますか？耳なじみのない方も多いかもしれません。今日は皆さんに弁理士について紹介します。弁理士とは、知的財産に関する国家資格を持ったプロフェッショナル、専門家です。人間の知的活動によって生み出されたアイデアや創作物などには、財産的な価値を持つものがあります。そうしたものを総称して、知的財産と呼びます。知的財産の中には、法律で規定された権利などとして保護されるものがあります。それらの権利は、知的財産権と呼ばれます。例えば、技術的なアイデアである発明や考案については、特許権、実用新案権を取得することができます。物品などの特徴的なデザインである衣装については、衣装権を取得することができます。ブランド名、トレードマークである商標については、商標権を取得することができます。これらを権利化するために、特許庁に対する出願などの手続きを代理するのが、弁理士の主な仕事です。弁理士は、知的財産権を取得したい企業や個人にとっての最良の相談相手といえます。弁理士が主に取り扱う法律は、特許法、実用新案法、衣装法、商標法、著作権法、不正競争防止法、その他知的財産に関する各種の条約です。弁理士になるには弁理士試験に合格する必要があります。弁理士試験の概要について説明します。受験資格については学歴、年齢、国籍などによる制限はありません。一次試験は単等式試験と呼ばれるもので、5月中旬から下旬に実施されます。合格率は約 18%。 一度合格するとその後2年間受験が免除されます。試験科目は特許法、実用新案法、衣装法、商標法、条約、著作権法、不正競争防止法です。出題形式はマークシート形式、出題数は60問、試験時間は 3.5 時間です。一次試験に合格すると二次試験を受験できます。二次試験は論文式試験と呼ばれるもので、6月下旬から7月上旬に実施されます。合格率は約 25% です。二次試験には必須科目の試験と選択科目の試験とがあります。いずれも筆記式の試験です。必須科目は特許法、実用新案法、衣装法、商標法です。試験時間は特許法および実用新案法で2時間、衣装法、商標法はそれぞれ 1.5 時間です。必須科目の試験は一度合格するとその後2年間受験が免除されます。選択科目の試験はご覧の科目のうちから1科目を選択して受験します。なお、選択科目の試験については免除制度もあります。詳細は特許庁のホームページをご覧ください。選択科目の試験は一度合格すると永続的に受験が免除されます。二次試験に合格すると三次試験を受験できます。三次試験は口述試験と呼ばれるもので、10月中旬から下旬に実施されます。合格率は約 98% です。出題形式は口頭試問。口頭で質問されたことに対して口頭で答える形式です。次に受験スケジュールについて説明します。学習期間は最短で1年程度です。レックでは多くの合格者を輩出し続ける伝統のコース、1年合格ベーシックコースがあります。合格のために必要な知識をゼロから1年で習得できるコースです。
1年合格ベーシックコースでは5月に学習をスタートします。入門段階として基礎力の養成を図る学習を4ヶ月程度進めます。ついで二次試験対策のため知識を体系化させる学習を4ヶ月程度進めます。ついで一次試験対策のため知識の総仕上げをする学習を4ヶ月程度進めます。そして翌年の5月に一次試験に臨みます。一次試験に合格したら7月に二次試験を受験します。二次試験に合格したら10月に三次試験を受験します。三次試験に合格したらおめでとうございます。見事最終合格となります。その後は必要な研修を受けることで弁理士になることができます。合格後の弁理士資格の生かし方について説明します。弁理士は知的財産のプロフェッショナルですので、弁理士資格を取ることは知的財産に関する仕事を目指す方にはとても有利となります。特許事務所において働く弁理士の仕事内容は、知的財産権取得のための手続き代理のため出願調査をしたり、出願に必要な書類を作成することが中心です。また知的財産権に関するコンサルティング、鑑定、契約代理なども弁理士の重要な仕事です。知的財産に関する紛争処理に当たることもあります。また日本で知的財産権を取得するために外国から日本へ入ってくる出願や、外国で知的財産権を取得するために外国に出願をする場合なども取り扱いますので、海外とのやり取りもあります。このほか企業の知財部などで働く弁理士は、知財戦略や権利の活用のための業務に携わることもできます。また大学の知財部門で働く弁理士も増えてきました。このような弁理士は大学での研究成果を活用するための業務に携わります。弁理士には他にも様々な活躍の場があります。専門性が高い仕事内容となりますし、国家資格でもありますので、社会的信用を得て働くことができます。独立開業して活躍する弁理士もたくさんいます。レック名古屋駅前本校では弁理士講座1年合格ベーシックコースをこの春開講いたします。私高田が講義を担当いたします。受講生の皆さんが理解しやすいように心がけて講義を行っていきます。開講日は5月21日土曜、時間は10時からです。開講日の当日には講義の無料体験もできます。また説明会や模擬講義も順次実施中です。予約は不要、無料で参加できますので、弁理士に興味を持たれた方はどうぞお気軽に名古屋駅前本校にお問い合わせいただいて、また足を運びください。皆さんの中から弁理士を目指す方が出てくれるととても嬉しいです。私と一緒に弁理士として活躍してみませんか。この春から勉強を始めて、2023年の弁理士試験合格を目指して一緒に頑張りましょう。皆さんにお会いできることを楽しみにしております。